本日毎年いただくこの稲穂なんですけれども、初穂毎年いただいてます。こちらのね稲穂を今年はもみを取って稲を作って収穫一度やってみたいと思います。やり方はねバケツでね田んぼを作ってで水筒をやってみたいと思います。最終的にはね一連の動画をまたそれはね編集して作っていきたいと思いますので、またよかったら見てください。まず必要なものですね、このね稲穂、割り箸、この輪ゴムですね。こういう風にして、一本ずつやった方がいいかもしれないですね。はい、こういう感じで、はい。散らばるな。もみじを入れる。お前水につけ始めてから2日目になります。はい、この玄米ね、ほら、わかるかな、発芽してる感じですよね。この先っちょの部分が少し白くなってくると、これなんかが多分ちょっとわかりやすいかもしれないですね。こんな風にね、はい、この真ん中のものなんかは多分明日ぐらいにね、プリッとねヒゲみたいなものが出てくるんじゃないかなと思います。1週間ほどこれで水を毎日変えてねつけておきます。今年はね友人の神社の子にいただいたお供えする稲穂なんですけれども、今年は田植えをして育ててみたいと思います。あ、こいつ出てきてますね、こいつが出てきてるもん。はい、先ほどの動画から約16時間ぐらい経って、水につけ始めてから50時間ぐらい経ちました。こんな感じでね、はい、芽が次々と出てきてます。はい、この子はね、あ、だいぶ出てきてるな。で、ここからね育苗をして5月頃また田植えします。